てルンルンゲーム。はい、ということで今日はですね、はい、飲み会とかで盛り上がること間違いなしのゲームを持ってきましたので、ちょっと3人でやってみようかなと思っております。なるほど、はい、あんまり大丈夫ですか？絶対盛り上がります。とりあえず聞いてみないと。はい、じゃあルール説明しますね。はい、はい、まずこう、まあ、3人以上でやるゲームなんですけれども、はい、カクテルの名前まず3つ覚えてもらいます。3つ、はい、はい、カシオレ、カシオレ、はい、でレゲパン、レゲパン、はい、であとソルティードッグ、ソルティードッグ、はい、この3つのカクテルの名前覚えてください。はい、はいはい、で一番最初スタートの人がまあ今で言ったらユリか、ミッチーどちらかに、はい、指を指して、はい、その今言った3つのカクテルのどれか1個言います。はい、例えばじゃあレゲパンって言います。はい、はい、そしたらレゲパンって指刺された人は、はい、レゲパンはレゲパンチなので、はい、シュッシュ、はい、シュッシュ、そうですね、はい、それをやってください。シュッシュ、はい、で今度、シュッシュってやったら今度次ユリが、ミッチが私口に、はい、今の3つのうちのどれかをカシオレかソルティドッグか、レゲパン、レゲパン、もう3つのうちどれかを指さしながら言ってください。はい、はい、でちょっと言ってみてください。じゃあカシオレで、カシオレで、カシオレって言われたら、はい、カシオレ、カシスオレンジなので、はい、オレオレってやります。はい、そこはオレオレ、オレオレ、はい、オレオレ、はい、で、じゃあ今度僕からミッチに、はい、ソルティドッグ、はい、ソルティドッグ、ソルティドッグ、はい、そしたら、ミッチはですねソルティドッグなんでドッグなんで、はい、ワンワン、はい、ワンワン、ワンワン、ワンワン、はい、返してください。はい、はい、で、まあ順繰りにこうやっていくんですけど、はい、もう一個ルールがありまして、はい、今言った3つのカクテル以外の、はい、カクテル、まあドリンクも普通のノンアルコールとかのジュースとかも含んでいいので、はい、それを言っても OK です。はい、今の3つ以外のものを言っても OK です。はい、だけどそれを言った場合は、はい、言われた人以外が、はい、カクテル、カクテル、はい、例えばじゃあミッチーから、ユリに、例えばウーロン茶って言ったら、はい、ウーロン茶、はい、そしたら、刺したミッチーと僕が、カクテルで、深夜の日は何もしない、何もしない、はい、何もしない、なるほど、何もしない、逆に何かしちゃったらアウトです。あー、なるほど、という感じでございます。はい、はいはいはい、いいショコ、楽しくない？うん、わかりやすいと思う。あ、わかりやすい、まあ、はい、まあやってみないと。カクテルから始まる、イエーイ、カクテルのゲーム、イエーイ、レゲパン、シュッシュ、レゲパン、シュッシュ、カシオレ、オレオレ、レゲパン、シュッシュ、あれ、いいのか、合ってます、合ってますよ。でもリズムがめちゃくちゃ良くない？発案者が弱いってどういうことだこれ。あ、よし、じゃあ私から始めます。もう一回、はい、お願いします。カクテルから始まる、イエーイ、カクテルのゲーム、イエーイ、サンディソック、ワンワン、カシオレ、オレオレ、レゲパン、シュシュ、ジントニック、カクテル、ルルル、レゲパン、シュシュ、レゲパン、シュシュ、レゲパン、シュシュ、カシオレ、オレオレ、ソルティドッグ、ワンワン、ソルティドッグ、ワンワン。ということで、ありがとうございました。やってみてね。はい、やってみてね。ありがとう。